どうも、忍者なったんと申します。今回は私の大好きな、生きがいでもある沖縄に来た理由でもある決め石の出会いは成長の種、出会いは成長の種という曲の、との出会いを話させてください。自己満足です。よろしくお願いします。そうなんですよ。本当にこの曲は名曲で、まあどれぐらい私が好きかと言いますと、前回の Life is Beautiful は、まあ人生で一番辛かった時を救ってくれた曲なので、まあ残念ながら1位なんですけども、出会いは成長の種は、まあ、2番目ぐらいに、まあ、ベスト3には入るぐらい、ちょっと揺るがないですね。ランキングがなかなか揺るがない曲っていう感じで、あのですね、この曲はケツノポリス7というオレンジ色のアルバムで、ケツメイシのアルバム7枚目ですね。7枚目ですね。2枚目の指して7枚目のアルバムのなんと1番目に歌う曲なんですよ。でその当時はですね、今みたいにこう Spotify とかで簡単に携帯で聴けなかったんですよ。だからもう本当にケツメイシの CD を買うということは初めて、初見で聴くのが CD なんです。でもちろんこの歌はシングル曲ではなくアルバムの曲です。1番目なので、ケツノポリス7っていう CD アルバムを初めて買って、デッキに入れてスイッチを押して初めて耳に聞こえてくるのがこの CD を買って、私がディスクに入れてスタートボタンを押した瞬間なんですよ。でこの曲本当にもうね、やめてほしいんですけど、イントロがないんですよ。もうこれはもう大問題ですよ。イントロがないということはケツメイシのもう魂というこのリリック、歌詞がすぐ入ってきちゃうんですよ。で私はまあ4行って言ってるんですけど、まあ、人によっては何行か分かんないですけど、このサビの部分がまず1番目に入ってくるんですね。この4行のサビ、これで私はズギャンってなってもうて、もうねってなって、もうだから本当に再現するとスイッチを押すでしょ、ケツノポリス7が来ました、 CD 入れました、スタートボタン押しました、そしたら歌詞が流れます。って言ってる間にもう歌詞がどんどん入ってきて、ってなって一回止めたんですよ。もう聞けなくて、ほんまにこれ嘘じゃなくて本当に今一人で聞いてたんですけど、この曲良すぎひんっていうのでびっくりして止めたんですよ。だから聞けなかったです、まずスムーズに。でいやそんなことないと、ちょっと待ってと、私いやいくらケツメイシ好きやからって、いやこんなにそんなにいい曲、そんな、いやケツメイシさんと、ちょっと一回ちょっと私も動揺してたと、一回もうちょっと落ち着いて聞いてみるわと、もう一回ねスタートボタン、また最初からですよ、戻してスタートボタン押します。そしたらまた歌詞流れてきて、やっぱりめちゃくちゃええやんってびっくりして、もう飛び跳ねてもうて、でまた止めて、もうだから今のところまだサビしか聞けてない、サビもなんなら3行4行あるうちの 3行ぐらいしか聞けてなくて、ってまた探したよね。ちょっと待って、ケツメイシ私のこと見てるんちゃうっていうぐらい、もう本当にドンピシャの歌詞、もう Life is Beautiful と同じ衝撃が来て、でさらにこの始まって4行で私のドンピシャの歌詞を送るってことは、いやもう完全にケツメイシ見てるでしょ私のこと、びっくりして、ほんま探したよね。でももういないんですよ。でも多分見てるんですよ。もう私は Life is Beautiful で、いやさすがに見てへんと思ったけど、もう出会いは成長の種で分かりました。いやケツメイシ私のこと見てると、私の様子を見て励ましたくてこの曲書いてるって思ったんですよ。もうこのちょっと うっすら疑ってきた気持ちがついに確信に、なった曲ですね、出会いは成長の種で。結局それを何回もトライしてみるんですよ。で戻して、いや落ち着けと、落ち着けと、めちゃくちゃいい歌は分かった、じゃあもう次はもういい歌って分かった上で、よし行こう、プッてまたプレイボタン押します。ってもう涙が出てきて、4行たった4行でもう涙が止まらなくなって、でもう4行以上聞けへんってなって、また止めて、もう無理っつって、
で、とにかくその日は聞くの諦めたんですよ。だからケツノポリス7は嬉しくてアルバム買ったけど、その日に聞けなかったんです。でも次の日にまた学校帰ってきてトライします。もちろん今日こそはと思って聞くんですよ。無理、進まない、もう無理で、また止めて、もう無理、あーもう無理っていうのを何回も繰り返して、結局多分約1週間この曲、このアルバムが聞けなかったです。っつって、これ歌詞は見れるじゃないですか。歌詞は見れるんですよ。でもやっぱ音楽に乗せて直でここで歌われるとちょっともう涙が止まらんっていうか、いやもう良すぎて。だから本当あります？良すぎて曲聴けないことあります？私あるんですよ結構。月面師に本当よくそれをされてて、いやもうまた見てるやんと思って、もうまた私のこと見てるやん、もうちょっときついわと思って、まあ結局何回かこうトライしてちょっとずつこう聴けるようにして、なんとか1週間ぐらいかかって聴けるようになったという曲が、出会いは成長の種というタイトルの曲でございます。そして、まあ、どれぐらい思い入れが深いかと言いますと、最初に言ったんですけども、15周年のアニバーサリー、ケツメイシがデビューして15周年のアニバーサリーに日産スタジアムというめちゃくちゃでかいところでライブをやったんですね、一夜限りで。その DVD いちごの夜今夜だけ練乳ぶっかけますかっていう、まあ、どうしもネタのタイトルの、いつも通り、素敵なタイトルの、名前の、ライブがありまして、でこれもめちゃくちゃ嬉しくてですね、まあ、このライブの話になっちゃうんですけど、この15周年のライブがまず開催されるということが、私の中でそのケツメイシをお祝いできる、そしてすごくめでたいこと、ありがたいな。さらに日産スタジアムっていうケツメイシ史上初めてのこんなにでかいところで、まあなかなか日本でもそこでできる、それだけ人が集められるアーティストはいないですわ。でもケツメイシはできると、そう判断した上でここで開催される、しかも一夜限り、どんなライブの内容なんやろうって詳細が発表されました。ファンの方の投票で決めます。やったー。そうなんです、実は今までケツメイシが、まあ、スタッフさんとかいろんな人が多分、まあ基本的にはね、ライブのこう順番とか構成とかもあって決めてたんですけども、15周年はまあ おめでたい記念日やということで、ファンの方の投票で決めるということで、ライブまでに事前に3曲だけくださいっていうメールをいただいたんですね、ケツメイシから。いやちょっと待ってと、3曲って、いやあんたどれだけ曲出してると思ってんのよ、しかもどれだけ名曲を出してると思ってんの、3曲なんて、いやむごいですわケツメイシさんと思いまして、まあ多分私発表されていつまでの期限までですっていう、本当にギリギリまで考えて、うわどうしよう、でも Life is Beautiful は決まってたんですね。やっぱりあの人生を助けられた曲は私の中ではもう Life is Beautiful なくては私の人生語れないと思ってるので、 Life is Beautiful は決まってました。だからあと残りの2曲ですよ。まあいろんなノートに書き出して、バツしては丸しては、もうどんなにしようかなって考えて、結局その3曲に選ばれたうちの曲の一つ、出会いは成長の種です。そうです、この曲を選ばせていただきました。でこれ実はライブの当日にならないと自分が選んだ曲を歌ってもらえるかってわからないし、ランキングもわからないです。こんなワクワクするライブないでしょ。あるんです、ケツメイシ、これ DVD にもなってます。ピンクのね横向きのジャケットなので、ぜひいちごの夜練乳ぶっかけませんか、今夜だけ練乳ぶっかけませんか、ぜひ映像で見たい方は見てください。で結局この曲、じゃあファンの中で何やねんってか、まず入ってるかわからへん。 Life is Beautiful はまあ結構ファンの中で有名な曲なんで、まあ入ってるやろうと。出会いは成長の種はどうなんやろうな、言うて最近の曲やしなって思ったんですけど、16位、すごくないですか、入ってたんですよ。しかも歌ってくれたんですよ。だいたい19位までの曲を歌うっていうことになってたのかな、16位ということで、なんと生で出会いは成長の種を歌うことができましたじゃない、私はケツメイシじゃない聞かせてもらうことができました。まあそれぐらいファンの中でも結構大切にされている曲で、まあとにかくサビのこの4行で胸をもうズキュンとこうぶっ刺されるような気持ちになってもらえると思うので、最後にこの曲を歌わせてください。イントロはないのでいきます。思えばこれだけ生きてきて俺は何人の人に出会えたろう、
願ったような出会いだろうか、いいやつばかりでないだろう。思えばこれだけ生きてきて俺は何人の人に出会えたろう。描いたような出会いだろうか、嫌なやつばかりでないだろう。ちゃん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 ちゃちゃんちゃちゃんちゃらちゃちゃちゃん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 ちゃちゃんちゃらちゃちゃちゃん。